ドロップと混同されるが、別の技である。技名にある、ブリーカーは、アームブリーカーや、バックブリーカーと同じで、英語の、ブレイカーの単語が変化したもの。プロレスにおける古典的な技の一つ。立っている、相手の後方から、相手と背中合わせになり、相手の後頭部を掴み自らの肩の上に乗せ、そのまま相手を倒しながら、 自らの背中をマット状に倒し、その衝撃で相手の頭部へダメージを与えるというもの。リバース式の新型エースクラッシャーやダイヤモンドカッターとも言える。ただ、これらの技よりもかなり昔にネックブリーカーは考案されていた。この技の元祖はショーマン派の大物として人気を博したゴージャスジョージであるとされる。 正面から相手を前鏡にして、相手の頭部を両手でつかむ。そして、勢いをつけて、相手の頭部をつかまえたまま自らの体と相手の体を共に反転させて、背中合わせになる。同時に、相手の後頭部を自らの肩の上に乗せて、自分の体を背面からマットに倒しながら、相手の体も倒し、マットに着地した時の衝撃で頭部へダメージを与える。 スピーディーに繰り出すことにより、その勢い、反転時の遠心力で、ダメージが大きくなる。スインギングネックブリーカーとも呼ばれ、古くは、フレッド・ブラッシーや前世時のジャイアント・ババが、得意技にしていた。ホンキートンク・マンは、自身のギミックに合わせ、エルビス・プレスリーの曲名でもあるシェイク・ラトル・ロールの名称で用いた。マスクド・スーパースターは、 相手の片腕を掴んで繰り出す独自のスイング式を使用しており、ウィリアム・リーガルはリーガルカッターの名称で相手の片腕をコブラクラッチのように首に交差させて放った。相手の両腕を捉えて放つクロスアーム式は岡田和地下がつなぎ技として使用している。ビル・ロビンソンが公開したヨーロッパ式ネックブリーカー。若き日のロビンソンはフロントチョークの形で 相手の首を掴んでから回転してジャンプするように、この技を仕掛けていたが、現在では、立っている、相手の後方から、相手と背中合わせになり、相手の後頭部を掴み自らの肩の上に乗せ、そのまま相手を倒しながら、自らは、マット状に尻餅をつくように着地し、その衝撃で、相手の首へダメージを与えるのが多い。シットアウトネックブリーカー、または、 シットダウンネックブリーカーとも呼ばれる。通常型が背中から着地するのに対し、この技は尻から着地する。後年に考案されたスタナーのリバース式とも言える。ロビンソンとの幾度の対戦から、ドリー・ファンク・ジュニアも前世紀に多用しており、ロビンソンから直接教えられた、天竜・源一郎も時折使用していた。長野正弘、エルサムライ、ジョニー・スミス。 スコット・ノートンなどもつなぎ技としていたことがある。ザ・フランチャイズ・シェーン・ダグラスは、自身のニックネームに合わせ、フランチャイザーの名称で使用していた。フィッシャーマンズ・ネック・ブリーカーとも呼ばれる。その名の通り、フィッシャーマンズ・スープレックスのように正面から、相手の頭を片方の腕で抱え、もう片方の腕で、相手の片足のももあたりを抱える。 その状態からスピーディーに自分の体と相手の体を同時に反転させ、同時にマットへ落下し、その衝撃で相手の頭部、背面にダメージを与える。相手の首を側面から取り、足を取らないまま前方に回転して決める方法もある。主な使用者は、ドノバン・モーガン、ビル・ゴールドバーグなど、ジョン・モリソンのムーンライトドライブや、武藤刑事のオリジナル技で、 ネックスクリューで使用クライムタイムの合体技、G 級など、相手の首を側面からクラッチして、足を取らないまま前方に回転して決める方法もある。スイング式の改良型。四つん這いになっている相手もしくは立っている相手に、対して助走をつけて走っていって、相手の頭部をキャッチし、そのまま止まらずにジャンプしながら、相手の体を反転させて、ネックブリーカーで、 マットへ倒す技。主な使用者は、シェーンダグラス、大森隆、尾、伊藤明美子など、ネックブリーカーとゴリースペシャルの合成技。ゴリースペシャルの要領で相手を背中合わせの状態で担ぎ上げ、相手の両足を曲げて、自らの膝にかけ、相手の頭部を自分の肩の上で両手で固定。その状態のままマットへ座り込み、 その衝撃により首及び背骨、さらに両ももにダメージを与える技。ウィドーズピーク、リミッターショック、ブルーディスティニーなどの名称でも使用されており、それぞれ技へ移行するまでのフォームが異なる。派生型として、技を仕掛けた後も相手を離さずそのまま締め上げ、ギブアップを狙う、ホールド式、鈴木小太郎とリッキー・マルビンとの2プラトン、攻撃である。 パーフェクトブルーデスティニーがある。スイング式の改良型。相手を背後からドラゴンスリーパーの体勢に取り、ドラゴンスクリューのように身を投げ出しつつ回転して、顔面から叩きつける技。スイングネックブリーカーとは、表裏逆の関係になり、分類上はフェースバスター系の技となる。ヒューモラスコとビルデモットは、ノージョーク、コーディローデスは、クロスローズの名称でしよう。 変形スイング式、ネックブリーカー。前鏡になった相手の首の後ろに、自分の片足を引っ掛け、相手の片腕を取る。その状態から、振り子のように反動をつけて前方に倒れ込むことで、後頭部からマットに叩きつける。開発者は、エリックス・スキッパー。他の主な使用者は、ランディ・オートン、カリーと、マット・ストライカー、MVP など。 リバースネックブリーカー相手を、水車落としの要領で逆さまにして、背中に担ぎ上げ、頭部を右脇下で抱え込み、そこから勢いよく、片膝をついて、相手の後頭部、もしくは、首を突き出した右膝に打ちつける。開発は、岡田和地か。発表時のフォームは異なるものであったが、後に途中までは、シュバインと同型となる。 清水一郎、倉持高夫をはじめプロレス中継のアナウンサーでも、ネックブリーカーのことを、ネックブリーカードロップと誤って呼んでいる場合があった。ネックブリーカードロップを略して、ネックブリーカーと呼ぶこともある名称の由来は、テレビゲーム、機動戦士、ガンダムガイデンザブルーディスティニー及び同ゲームに登場する、モビルスーツ名。鈴木は、機動戦士、ガンダムのファンで、 自身の技の多くに、同作品にまつわる名称をつけている。ありがとうございます。